ちゃんに日立先輩。わあ、先輩その服とっても似合ってます。かわいいです。ありがとうございます。クラマさん、もしかしてその服勝負服ですか？今までデートの時しか着ていませんから、そういう言い方もできるかもしれませんね。それってつまり二人は噂通り付き合ってるんだ。お兄ちゃんと先輩が…あ、ううん、意外とかじゃなくて、恋人ってこんな感じなんだって思って。ほら、年に行って参考にならないというか、参考にしちゃダメな人だから。だから身近な人の恋人関係って初めて見たけど、なんか素敵だと思って憧れちゃうかも。いらっしゃいませ。で、麻婆と日立さん、あれ、今日もデート？はい、デートです。でも今日は代役ではないのですが。それってございます。選んでもらったこの服もみんなに褒められて重宝してます。お役に立てたならそれだけで十分と、いつまでも立たせたままで失礼しました。あ、そうだった。それではこちらにどうぞ。お客様、ご注文はいかがなさいますか？私はほうじ茶を、あとおすすめの甘味をいただけますか？そうですね。では、お茶のゼリーはいかがでしょうか？あ、美味しそうですね。では、それでお願いします。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。